霧雨霧雨が降る森続きからやっていくか。ってことでね。ま、いろいろあったけど、ま、佐久間ちゃんを救うことはできたけど、主人公である、しおりちゃんが行方不明になっちゃったよね。多分ね、行方不明っていうか。だから、今探すところから多分スタートするのかな。お、何ですか？来るな。お前は来るな。お？怖い。気持ち悪い、怖い。散々言われてんな、お前。え？何？え、幽霊は、須賀くん恐れてんのか？合わせて、お母さんに。どういうことだ？見つけて、ひしめく無数の声の中に飛び込む。その前に、君が作った綺麗な光る石。君はどこにあるか知ってる。きっと大事な人を助けてくれる。あ、こいつ味方か、ひょっとして。味方側の幽霊か。そして、合わせて、お母さんに。ちょっとよくわからないけどな。こっち側に行けばいいのかな、じゃあ。ま、こっち側ね、まだね、謎解いてないんだよね。なんか、いろいろ物はあったんだけど、特に何もいじらないで出ちゃったから。まあ、ここでいろいろしたりすんのかな、ひょっとしたら。調べていくか。なんかあったりすんのか。あ、今さ、木製のはしご取れんじゃない？取れないか。あ、こっちじゃないのか、ひょっとして。こっから先行けねえもんな。どこ行くんだろう。こっちか、じゃあ。あ、こっちだな。めちゃくちゃ幽霊おるやん。やめてやめて。邪魔しないで。怖い。お前は怖い。来ないで。そんな叫んなよ。一緒に遊ぼうや。てか、しおりちゃんはこっちに行ったのか。うわ、めっちゃおる。これ触れたらダメだよな。触れていいのか。お、下がってる。来ないで来ないで、怖いよ怖いよ。今ならこいつら、殲滅させられるのでは。怖いよ、あっち行って。通さない通さない通さない。どけ。この子を消す何もしない。でもさ、こいつ倒さなきゃ何もできないよね。消すだろう。え、仕方ないよね、だって。いや、いいよ、消して潰そうぜ。こっから先行けないもんな。やめて、殺さないで。それをこっちに向けないで。うるせえ！幽霊がシャシャリ出てんじゃねえ。いや、いや、いや。まあ、ちょっと、幽霊でありながらも、うわー、なんだなんだなんだ。やっちゃダメなことやっちゃった感じするよな。なんだその作り笑い、すぐくん。でもこの先にいるよね、多分、しおりちゃん。しおり助けるためにはさ、ひどい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 。約束、お前はいらない。お母さんはもうお前を忘れてる。お母さんって何の話だ？欲しいのはあの子だけ。汚れたお前はいらない。汚れたって言うな。失礼だろ、人に対して汚れたって言葉を使うのは。同じことの繰り返し、君は何人犠牲にするの。あ、今までもこれをやってきたのかな。幽霊を惨殺みたいな、その模造刀で。また来た。来いよ。お母さん、起きるの？めっちゃ、助からないお前じゃ誰も助けられない。邪魔だ、どけ！うるせえ！どけろ、そこ！歩かせろ！そこ来るな！あ、誰かいる。しつこい、しつこい、しつこい！お前らだよ、しつこいのは。お前がいなきゃよかった、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 お前がいなきゃ。そんなこと言うやつはいらない。切るぞ。何なんだこいつら。なんで数学にそんなひどいこと言うの。この奥からはひしめくような声が無数に聞こえてくる。ちょっと待って、一旦セーブするか。じゃあ念には念を入れてセーブしとこう。ここで奥に進むしかないよな。戻る選択肢あるか。だってねえ、君はどうして邪魔するの。
どうせ守れやしないのに。全部全部君のせいなのに。自分勝手、残酷ひどいやつ。悲しいくせに、悲しくて、悲しくてたまらないくせに。なのに、迷わない。迷わない。怖い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 。ここ先だよな、多分。バイバイ、お母さん。バイバイ、お母さん。もう絶対これあれだよな。生まれてこれなかった子供たちの怨念かなんかだろう。あ、いた、しおりいる、しおりいる。取れてる。貴様らどけろ。しおりを連れて行かせはせんぞ。まあ、親玉が出てきてないんだよな、まだ。小鳥お化けが。とりあえず、しおりちゃんを救うことはできたのか？ねえ、君は。そうやって僕たちを何度あいつみたいに殺すの？あいつみたいに？そうやっていつまで意味のない約束を守り続けるの？それってお前らのことじゃないの？苦しい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 。お前らが約束にこだわってるんじゃないのか？どういうこと？全然見えてこない。菅君は何かを隠してんのかな？表情から察するにとても苦しそうなんだよね、菅っちが。あ、また過去に戻ったか、この音は。おい、聞いたか？今朝から、んちの息子がいなくなったらしいぞ。んちって言えば、ついこの間父親亡くしたばかりだろう。ああ、確かに。母親も前に亡くなっている。そうなんだが、息子までいなくなるなんて。菅君の話か？とにかく、村中で探してるんだが見つからないんだ。この雨だ、早く見つけないと。だ、大事になるぞ。そうだな。雨の日は大人も森には入らない。もしその子が森に入ったりでもしていたら、入ってるじゃん、絶対そんなの。もう、見つからない。おい、大人が諦めてどうする？100で森に入ってるだろ。ムンク、きっとムンクはお母さんを探しに行ったんだ。あ、これしおりか？雨だから大人も森に入らない。私が行かなきゃ。ムンクに約束したもん。あー、森に入っちゃったしおり。ここであれか、小鳥お化けと約束交わしたってことか。それで小鳥お化けがしおりの命を狙ってるみたいなこと。ムンクどこにいるの？ここから先だよな、多分。あっちにも道がある。どう考えてもこっちに進みそうなもんだけどな。この道には気づかんだろ、普通の人は。暗いし狭いし、落ちちゃいそうで進めないな。じゃあこっちじゃないんだろう。こっちだろう、多分。はいはい。あ、夜光石がある。夜光石のお岩だ。新鮮な光を発してる。ここにいれば小鳥お化けに襲われないんだけどな。お、なんだ。あーあー、やばいんじゃないこれ。なんか喋ってる。探し物？男の子を探してるんだ。味方か、この幽霊。知ってるよ、見たよ。奥に行ったんだ。お母さんを探しに行ったんだ。いいな、いいな。やっぱりこいつらさ、あれだよね。お母さんのお腹の中から生まれられなかった子供たちの幽霊なんじゃないか。ほんと？大丈夫かな、ムン君。大丈夫かな。勇気を持って救って。大好きなら、大好きなら、大好きなら。いいな、いいな、いいな。僕も会えたらな。助けてあげられるかな。まあ、なんだろうな。お母さんが欲しいっていう、あれかな。普通に優しい幽霊っぽいよな。こっちは行けなさそうだな。大きな木が邪魔で向こうには行けそうもないな。こっちだ、じゃあ。
お、あ、やばい、この声は聞いたことあるぞ。何今の声。うんくん、うんくん。そうか、俺分かっちゃった。これ菅くん助けるためにしおりちゃんが犠牲になって約束をしちゃったみたいなこと。うんくん、どこ、どこにいるの。ねえ、お願い返事してよ。帰ってから怒られても私が一緒に謝ってあげるから。あがあが。めっちゃ奔走して走ってるじゃん。迷子になるよそんな走ったら。ここどこ。ほら、言わんごっちゃない。引き返せ。引き返すわけにはいかんか。ふんくん、返事してよ、助けに来たよ。ね、一緒に帰ろうよ。もうダメだ、見つからない。諦めるしかないのか。お、いた。これ、あ、あ、どっちだ、どっちなんだ。お母さん、お母さん、あ、あの子かな。お母さん、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 いない、いないんだ。そうだ、そうだよ。帰ろう、きっとしーちゃんが心配してる。ここまで来て帰れるかな、子供一人で。呼んだ坊や。うわー、とんでもない化け物を呼んでしまったのでは。おい、来るぞこれ。おーっと、あっ、おー、おー、来るぞ。おお、来たー、こいつだー、やっぱこいつだー。あ、なんだろう、お前は嫌な匂いがする。夜光石の匂い。気持ちが悪い、気持ちが悪い。あの男の匂い。やばいやばい。でも、私の坊やになれば、愛してあげられるかもしれない。噛んで砕いてぐちゃぐちゃにして、お腹の中に戻してあげる。うわ、やば。や、やだ。憎くて可愛い坊や。約束をちぎりましょう。まずいよ。ちょっとしおりちゃん、早く助けに来て。いや、お前が来たところで変わらないんだろうけど。この声、ダメダメ、ワグ君が。まずい。おお、来た。もうすぐそこにいるじゃん。うんくん、しーちゃん、早く逃げよう。逃げた方がいいよな。また高くなった。約束からは逃がさない。あ、やっちゃった。なんだ、しーちゃん、なんだ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 、何が起こってる。お願い、ムー君を助けて。あ、これで約束するのか。約束からは逃げることはできない。お願い、私はアンクを約束と約束をしてるの。アンクを守るって。逃がさない。じゃあ、私が約束するよ。うわあ、そういうことだよね。ダメ、しーちゃん、ダメ。だって、こんなの悲しすぎるよ。一人になって寂しかったんだよね。でもだからって、アンクがいなくなるなんて。そんなのやだ。私はムン君を。あ、やっぱ菅君だったね。菅君を守るって約束したんだもん。そっか、しーちゃん、分かってはいたけど。じゃああなたと約束ね。ああ、なるほどね。これで約束をしたから、その約束を渡しに小鳥お化けがしおりちゃんの命を狙ってると。かわいいかわいい、私の子供。待って、僕が約束するから、しーちゃんと約束しないで。菅君、そんなのダメ。しーちゃん、ありがとう。でも僕、もう変えられない。私はお前よりその子が欲しい。なら、何でもするから、しーちゃんを今すぐ連れて行かないで。なるほど。条件提示して先延ばしにしたのか。
束してあげる。その代わりお前に代償。わかった！その代償が喋れなくなるなんだ。お前のその体から代償を。お前の腕は足は頭は体は私の嫌いな匂いに似ている。なら、お前の払う代償は、お前の唇から漏れる、囁き響きのすべて。なるほどね。はぁ。約束は果たされる。お前たちは逃げられない。そういうことだったのか。だから菅君は筆談なんだね。ああ、なんてことだ。まさかお前が約束をしてしまうなんて。ただよかった。あの子のおかげでお前は生きて帰ってきた。さあ、この石を見て、じっと見て。あなたは忘れないといけないの。あの約束も、この村のことも。それしかあの約束から逃れる望みはないの。なるほど。その夜光石の力を使って、しおりちゃんの記憶を封じ込めたみたいなことか。最後にお礼を言って。ダメよ。嫌がらないで、しおり。全部忘れなさい。大丈夫。しーちゃん約束。しーちゃんは、僕が守るよ。うわ、めっちゃいい話だけどさ。めっちゃいい話だけどさ。これってもうさ、逃れられない運命っぽくね。私は約束をした。だってしおりちゃん全部思い出しちゃったわけだからね。あの霧雨の雨の中で。そのことをお母さんもお父さんもおじいちゃんもひどく悲しんで。私を約束から遠ざけるために、引っ越しをすることになったんだ。私の記憶を、夜光石で消して。でももう思い出しちゃったからさ、小鳥お化けにもう、命を捧げないとダメなんじゃないのか。浅川村のことも、私の本当の家のことも、菅くんのことも、思い出した。思い出しちゃったよ。そっか、菅くんがさ、しおりちゃんを森から遠ざけようとしてたのは、それが理由だったんだね。私、守られてたんだ。みんなに守られてたんだ。おじいちゃん、お父さん、お母さん、ありがとう。ごめんなさい。菅くん、早く戻らないと。どうする？きっと菅くんは、今も一人で私を助けようとしている。しおりはどういう選択をするんだろうな。いや、なんだろうな。なんかすべてを知ったからすげえこの二人の会話が悲しいわ、なんか。ごめんね。心配かけちゃったね。全部思い出したよ、菅くん。これは菅くんにしては複雑だよな。思い出してほしいけど思い出してほしくないみたいな。あるだろうな。だって全部思い出しちゃったら小鳥お化けに狙われるわけだからね。相変わらず泣き虫だな、菅くんは。約束、思い出したんだね。うん。早く森を出よう。大丈夫、帰れる。菅くん。帰れるといいんだけどな、世話しよう。いやー、どうせ、こっから先は絶対行っちゃダメでしょ？湖は深くこのぐらい。近づかない方がいいよね。そりゃそうだよな。戻ってもこっちには道はなかった。あー、じゃあこっちか。絶対来るよな、追いかけてくるから。全力で逃げる準備だけはしとくわ。任せて。出られるよな、そもそもなんだが。菅くん。でも、あの幽霊たちはさ、菅くんはめちゃくちゃ嫌ってるから、菅くんいれば意外と襲ってこなかったりしないか。もしこの森から抜け出したとして、菅くんの声はどうなるの？菅くんの声、
どうにかして戻らないかな。無理じゃないかな。戻んの？気にしないで。待って、ちょっと。どうしよう。戻っていいよね。もう戻るよ。俺戻ります。なんだろう。スガクの声も大事だけど、今生き残ることが大事な気がする。何？お守りは？ああ、お守りは、私だったよね。あれは、実は、この森の中で変なのに遭遇するたびに、パリンってなって全部砕けちゃったんだ。ごめん、せっかく渡してくれたのに。そのためのお守りだから。そういえば、その須賀くんの刀、わずかに光ってる気がするけど、それも夜光石でできてる。そういうこと？夜光石入りの刀なんだ。だから幽霊切れたりするんだね。須賀くんが作ったの。もしかしてあのネックレスも。すごいね、須賀くん。昔言ってた通りになってる。あ、言ってた言ってた。須賀くんはなんか夢の話をした時に、僕はネックレスを作れる人になりたいみたいなこと言ってたもんね。夜光石で。夢を叶えたんだな。夜光石にも限度がある。刀はあと少し。先を急ぐ。オーケー。早くこの森から脱出しよう、この不気味な森からな。よしよしよし。そろそろでもさ、赤くなりそう、ステージが。赤くなったらもう危険の証拠だから。ああ、須賀くん？どうした？どうした急に。苦しいの？喉が。私のせいだ。早くここから抜け出さないと須賀くんまで。なんでなんで？ああ、赤くなった。逃がさない、逃がさない、逃がさない。来たな、化け物。俺が相手だ。須賀くん大丈夫？あ、ちょっと焦った表情してんな。山風呂、見つけた。かわいい、かわいい、私の子。いや、すごくなんか犠牲になろうとしてんな。あ、大丈夫か。オッケー、任せろ。下だよな、多分。すごくん！確か、この道の下に屋敷の井戸に繋がってる地下道があったのよ。よし、オッケー。来るだろ、絶対。オッケー、任せて任せて。絶対来る、絶対来る。オッケー、夜光石が朽ちかけている。なに？ここの夜光石が朽ちかけているだって。まずいじゃねえか、そんなの。ここまで追いかけられたらもう、地獄だぜ。でもここだよな。ここまっすぐ行った方がいいよな。ん？やばい！地下の水が雨で増水したんだ。まずいじゃん。泳いでいくか。須賀くん、暗いし奥まで泳いでいくのは無茶だよ。他に道がないか探そう。え？いや、あるとしたらここだよな、どう考えても。ここのはしごを使った何かだと思うんだけど。持ってこう。でもこのはしごを縄で固定されてる。模造刀でなんとかできない？その刀で切れる。まあ、オッケーオッケー、できるね。ナイスー。はしごを手に入れた。そのはしごを使ってどこかに立てかけたりするか、ひょっとして。待ってね。ちゃんと探そう。あ、待って、はしごをかければ渡れそうだって。オッケー、ここね。ここにはしごかけて、渡れる。よし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 。ここにドアあるな。鍵がかかってた。開かないだって？なんで開かないんだ。よし、ここはなんか仕掛けがありそうだな。なんだこれは。石でできた台座が置いてある。はーん、台座？どうすんだ？どうしてこんな地下にいくつも扉があるんだろう。まあ、つべこべ言ってる暇はないよな、もう正直。なんだこれ。書物？こんなところに書物がいっぱいあるんだけど。古い言葉が書かれており読み解くのは難しいだって。なんかいっぱいあるからとりあえずさ、走り仕掛けしてあるメモ帳？霧雨の森の奥、愛憎渦巻く、塊の巣窟かな？それを作り出したのは誰だ？ただ村を欺いたのは我々に他ならない。なんだ、誰かの日記か？ちょっと先行くか、もう。うっすらと上から光が漏れてる。あ、こっから出られる？この地下道、向こうの道は確か屋敷の井戸に繋がってた。もしかすると、ここも屋敷に繋がってるかも。あ、行ける？あ、よかった、行けるね。
でもかなり上の方にあるね。棚でも届かないかもしれない。どうすんの？と声を出して助けを呼ぶしかないか。待って、一回呼ばない選択肢選ばせて。何かあるかもしれないよな。いや、おとなしく呼ぶわ。確かさ、今さ、館にさ、あれだよな、望月巡査と佐久間ちゃんいるもんね。もしかしたら、望月さんたちがいるかもしれないし、助けを呼んでみよう。おーい！おい！誰かいませんか？これでさ、幽霊出てきたらどうする？小鳥お化けがなーにって出てきたらやばすぎるよな。誰かいたらお願い、返事してください！誰か。ダメか？ダメっぽいなー。大丈夫だよ、きっと。大丈夫ではない。あのね、菅くん。そんなに思い詰めた顔をしなくていいよ。だって、菅くんは今までずっとあの霊からいろんなものを守ってきたんだよね。だったら大丈夫だよ。きっと今日も無事に帰れる。随分こいつポジティブだな。自分がめちゃくちゃ不幸になってんのに、不幸な目にあってんのに、ポジティブだな。すごいわ。大丈夫。菅くんが怖くて泣いたって。私も菅くんを守るって約束したんだから。しおり。まあそうだよな。菅くんってなんか子供の頃のあの思い出の感じを見るとなんか気が弱そうな感じだもんね。今とはだいぶかけ離れてるから。うわぁ、来たわ！そんなこと言ってたら。あ、嘘でしょ？入ってきたんだ。最悪じゃん。え？どうする？菅くん！どうすんのお前。何？まさか、ダメ。今そっちに行っちゃダメ。お前、単身で挑もうとしてない？お前が勝てる相手なのか？ダメ、行っちゃダメ！え？攻撃してきた？ひょっとしてこいつ。この私に？菅くん？ん？行っちゃったよ。菅くん、待って。ダメ。え、これなんか、いや、え、ちょっと待って。絶望しか残されてない気がするんだけど。扉が固定されて開かない。ダメだ。こんなのダメだ。やだ。菅くん、こんなの私は。助けを呼ばないと。早く。もう呼ぶしかないよな。呼ぶしかない。巡査を呼ぶしかないよな。助けて、誰か。お願い、私たちはここにいるんです。出れないんです。誰か、危ない目に遭っています。お願い、誰か見つけてください。もう誰だ、うわ、すごい。え？え、これやったもしかして俺。あ、ここにいるのか。お、しっかりしろ。今そこから出してやる。お、光？ん？菅くんはどうした？おい、大丈夫か？あれから私は、望月巡査と佐久間ちゃんによって地下から助け出された直後気を失った。助けてはもらえたんだ、よかった。目覚めた時には、浅川村から遠く離れた市内にある病院のベッドで寝ていた。何もかもが現実ではないような気がして、混乱する私を病院はなかなか退院させてはくれなかった。おそらく気が触れたのだと思われていたのだろう。退院できた時にはすでに2週間近く過ぎていた。電話で聞いた望月巡査の話では、私と一緒に地下にいたはずの菅くんは未だに見つかっていないのだと。菅くん犠牲になったじゃん。そんなんね、遺体すらも。捜索はすぐに打ち切られた。すまないと望月巡査は言った。電話越しのその声は怒りと戸惑いに震えていた。最後に電話を切るとき、横から望月巡査の電話を奪ったと思われる佐久間ちゃんの声がした。石が壊れて小鳥お化けが外に出てこれるようになってしまう。それ結局じゃ菅くんでも倒しきれなかったみたいなこと？だから絶対に村に来てはダメ。二度と来ないで。彼女の声は固く真剣味を帯びていた。だけど私はそこで電話を切ってしまった。ああ。声がするのだ。私を呼ぶ声がするのだ。まるでそれは私の頭の中を、心の中を蝕むように、招く声が私の頭から離れない。おいで。
ジかよこれ。私は医師からもらった薬を放って、ただ声のする方へ流れた。ダメじゃん。もう事故の意思なのかすらもわからない。どうしようもなく声のする方へ。彼女の懇願も彼の約束も裏切って、ああ彼は今どうしているのだろう。あの腕の中で一人眠っているのだろうか。その腕の中に私も抱かれることができたんだ。そう思うだけで私の胸はほの暗く、救いようのない温かさに満たされる。さあ戻らなければ。おぞましいあの場所。うーわー、最悪じゃん。村に戻ったってことだよね。今私は電車に揺られる浅川村に向かっている。うわー、嘘だ。が、終わっちゃったよ。いや、さすがに何かあるよな。もう一個ぐらいエンディングが。これで終わるのなんかすごい気持ちが悪いんだけど。やだよ俺。マジか。まあでも一旦霧雨が降る森でしたっていうことでね。うわぁ、エンド5、破られた約束、果たされた約束。